堺軍団、お姉ちゃんが作ったガトーショコラが一番好きで、大喜利をしろってお前ちょっとは。お前兄弟何人の？マジで普通に、うん、3人兄弟の一番上です。おー、バリエロいギャルですか僕は。ギャルじゃないと無理ですって。これで盛り上がるの一番上のお姉ちゃんとかだから逆に甘えたいなっていう気持ちとかあるでしょ。だから僕が言ったからバリエロいギャルじゃないですって僕が。おはようございます。すいません、お忙しいところ。サルベスです。お願いします。暇だらけで。サルベスと申します。お願いします。サルベスさんは、はい、RP さんの後輩に当たる。そうですね。後輩です。はい。ぶっちゃけどう思ってるんですか。はい。ぶっちゃけどう。ぶっちゃけですよ。いや、その大尊敬やな。大尊敬のすごい方たち。ポータブルを引っ張って。はい、4年今年からまたさらになんかアルバンピーさんもともとすごかったのになんかさらに加速してない勢いがちょっと とんでもなくなってきてる。どういうところが魅力なんですか。じゃあだけどそのまず酒井さんはちょくちょくこうご飯とかを連れて行ってくれるんですけど、はい、やっぱどんだけ有名になっても偉そうにしてないというか、まあ、僕らレベルでもご飯に連れてってくれる感じ、堺軍団を、ね、若手のために作ってくれるところとかやっぱりすごいなと思います。バーンって一発なんかドディカット売れてでそのまま行って残るとかじゃなくて、なんかそのコツ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 ちょっと失礼が入ってるよ。その遠すぎてやっぱ確かにね遠いんすか。もちろんだって僕らがもう学生ぐらいの時にはやっぱりもうテレビで活躍したりしたから、ザ・漫才とか、ザ・漫才とかもう一番おしゃれな時期ですよね。今おしゃれじゃないよね。よく本人たちもおっしゃってるんですよ。あ、昔はおしゃれだったって。なんでかそうネタのとか一切日本語喋んないネタとかありましたもんね。いやなんかねめっちゃ好きでした。はい、尖ってるというかね。そんな今の RP さんどうなんですか。今もすごい今もだけど、まあ、そのスタンスを貫いてる感じはネタを見る機会がだいぶあれですけど、ね、ラストイヤー出られた M はそうね、はい、やっぱ漫才、ね、やりたくてみたいなこと言って出たらやっぱかっこいいからね。かっこいいからやっぱネタなんだっていうネタ頑張りてえなってなりました。アルピーさんより尊敬されてる方って誰ですか。太田で質問アルピーさんに尊敬してる方、いや、それは有吉さんとかですよ。有吉さんとかですよ。それはそうやろ。それは全員そうやろ。有吉さん尊敬するやろ。マジでお前。あ？有吉さん、劇団ひとりさんの方が尊敬してるやろ、みんな。それはもうアルピーさんもめちゃくちゃすごいですけど、はいはいはい、有吉さんと劇団ひとりさんの方がすごいです。じゃあ、その間ぐらいには入っていきたいな、みたいなことですか。アルピーさんを超えてってこと、入りたいですよ、もちろん。有吉さんの右腕は自分だってことです、将来的には。じゃあね、じゃあぜひね、今日そのアルピーさん足毛にしていただいてね。いやいや、もう本当に本当はそのフリートークでね、かましていただければと思います。言い方がちょっとな。そうで、じゃあ行きましょう。はい、お願いします。ちょっとかましちゃいました。いやいや俺らのテイルを見て、こういうコントをするやつらなんだって、そのネタすらも多分見てもらったことが一度もないので、そんなもんなんすか。はい、そうですね、平子さんには本当、3人ともお会いしたことないんで、アルピーさん好きなネタ、好きな感じのテイルやと思うんですけどね、アルピーさんがすっげー褒められた時ですよね。3人ともヘラヘラして終わっちゃうから嬉しすぎて。おーめっちゃいい。いやーちょっと想定と違うな。